我々25年間デジタルミキサーというものを提供し続けている中で一貫した操作性を追求しています。セレクトしたチャンネルの音を操作する、目的としたチャンネル、目的とした音源に対して操作をする、ここが一番大事にしている部分です。 CL シリーズではよりライブでの即時性を追求しました。従来のオペレーションスタイルを壊さないことで O2R 時代から基本操作は変えていません。徐々に新しいアイデアを加えながら進化させています。 CL シリーズは操作の観点から言うと M7CL のスタイルを壊さずに進化させているといえ、頻繁に使う機能をより少ないステップで操作できることだったり、現場で不測の事態が発生した時でもプロのエンジニアが素早く対応できることを目指しています。セントラロジックというのは世の中で最も受け入れられているユーザーインターフェースだと確信しています。アナログミキサーが本当に簡単かということを振り返った時に、アナログミキサーっていうのはファンクションが全て盤面に出ている、例えば斜めになっているところから斜めで見た時にチャンネルを間違ったりするんですね。操作位置がずれたりとか、間違ったオペレーションをどうしても誘発してしまう。アナログって本当に簡単なんだろうかというところからセントラロジックというものを開発してきました。その答えとしては、頭をぶらさず音楽から目を離さずに選んだチャンネルの音というものがすぐにつまめる、そこが大事です。で、その音以外の部分、例えばセッティングであったりとか音楽に対してこうしなくていい部分っていうところは画面の中にあったりメニューになっていたりという階層に分けています。つまり即音に反映しなければいけない部分というところがパネルに出ている、音楽に、集中できるような UI を目指しています。 M7CL で得られたユーザーインターフェースの定評というものを生かしてさらに進化させているのが今回の CL です。 M7CL のオペレーションがステップ数を減らした一歩進んだ操作体系ですでに完成していたので、必然的にセントラロジックを踏襲しました。今回、フェーダーのバンクという概念を導入しています。これは小さなフットプリントの中でより多チャンネルなミキシングをしなければいけない、これは例えば DC を16個設けたことも一つの回答であり、レイヤーではなくバンク、16チャンネル、8チャンネル、8チャンネルと分かれた3つのバンクをそれぞれ切り替えられること、それから、それぞれに自由にチャンネル、もしくは出力チャンネルをアサインできると、より操作のスピードアップというところが測れると思っています。チャンネルネームやカラーバーで視認性を飛躍的に高めました。プレミアムラックのエフェクトもセントラロジックノブを活用して素早く操作できるように工夫しています。今回搭載したユーザーデファインドノブを利用した新しいアイデアも盛り込んでいます。 CL シリーズはモジュラー型のコンソールです。まあ、ミキシングシステムと言ってもいいと思います。 IO それからコンソールを分離して、オーディオネットワークでつながっている。このオーディオネットワークにはダンテを採用しています。今回ダンテを採用したのは、一般の TCP/IP、イーサネット上のネットワークに、存在できること、ここが大きなポイントとなっています。ステージボックスとコンソールのポイントトゥポイントの接続ではなく、オーディオネットワークを用いることでオーディオネットワーク上に信号のパッチグリッドというものを設けることができます。何ができるかというと、信号のルーティングがネットワーク上でできる、これはポイントトゥポイントの配線、デジタルスネークとは大きな違いがある部分です。このシステムを用いることによって一般的なライブシステムだけではなく、非常に複雑な入出力の分散配置であったり、省ごとの入出力パッチのマネジメント、そこまでが CL コンソールができる仕事ということになります。これはミキサーだけではないネットワークオーディオシステムだということだと思います。とにかく触ってみてください。圧倒的に仕事が早くできることを実感していただけます。とにかくまずパネルに触って音を出してほしい、ミキシングを楽しめるコンソールだと思っています。マニュアルもちろんついてますし、ヘルプも画面の中から出てくるんですけれども、まずはヘルプなしに、マニュアルなしに、操作できることを確認してみてください。そして、ぜひ楽しくミキシングをしていただければと思っています。